冷凍入れてもいいぐらいイカは新鮮なやつ、甘み出すなら、うん、あのコリッコリっていうのが好きな人はやっぱその取れたての方がいいですけど、あれは別にね、ほら旨味とか、甘み出すんだったらやっぱ火を置いた方がいいですね。